平野紫仕様、キングプリンス最終決のにおわせファン騒然の自作イラストに隠された意味とは、キングプリンス、キングプリンスの元メンバーである平野仕様さんが、自身のインスタグラムを更新し、自作のイラストを公開しました。 このイラストには、シンク、ターコイズブルー、紫の背景色を使い、人魚の後ろ姿と三日月のタトゥーのようなものが描かれています。ファンたちによると、これは彼のキングプリンス時代のメンバーカラーと関連しており、キシュータさんの合流を匂わせているのではないかと、騒然としています。平野紫耀さんは、普段からタブレットで絵を描くことにはまっており、 かつぶしに夏っぽいものを描くことを楽しんでいるようです。今回は人魚のイラストを3点アップしましたが、特に背景色の選択にファンたちが注目しています。なぜなら、キングプリンスのメンバーそれぞれには個別のカラーが割り当てられていたからです。平野志陽さんのカラーはシンク、神宮寺ゆうたさんのカラーはターコイズブルー、岸ゆうたさんのカラーは紫でした。 イラストの背景色が各メンバーのカラーと一致することで、岸歌さんの再集結の可能性をほのめかしているのではないかと、SNS 上で憶測が広がっています。平野志耀さんのファンは、この色のチョイスが意図的なものである可能性を考え、興奮しています。しかし、これは確証のない噂に過ぎないため、彼自身からの発表をお待つしかありません。 ファンたちがイラストに込められた意味について熱く議論する中、平野紫耀さんの魅力についても再確認したいところです。彼はキングプリンスの一員として大きな成功を収め、多くのファンに愛されてきました。しかし、その魅力は一へに音楽活動だけにとどまらないものがあります。彼の人間性や芸術的センスも多くのファンを引きつけてやみません。 平野志洋さんの魅力の一つは、常に新しいことに挑戦する姿勢にあります。タブレットでの絵画やイラスト制作といったアートにも熱心に取り組んでおり、その成果を自身の SNS で公開することでファンと交流しています。彼のアート作品に対する真摯な姿勢や情熱は、ファンにとって共感する要素となっています。 また、平野志洋さんの人間性に惹かれるファンも多いです。彼は常に謙虚で礼儀正しく、周囲の人々への思いやりが感じられます。ファンイベントやインタビューでの対応も常に真摯で愛される理由の一つでしょう。人気アイドルであるにもかかわらず、ファンとの距離を近く保とうとする姿勢は、彼の人間性と誠実さを象徴しています。 さらに、平野志洋さんの表現力豊かなパフォーマンスもファンを魅了しています。歌唱力はもちろんのこと、ダンスや演技においても高い才能を発揮し、その多彩な魅力を披露しています。彼のパフォーマンスは観客の心をつかみ、感動を与える力を持っています。平野志洋さんがキングプリンスとして活躍する中で気づいたファンとの絆も非常に強いです。 彼は常にファンに感謝の気持ちを忘れず、コンサートやイベントでは熱狂的なファンとの交流を大切にしています。ファンとの信頼関係を大切にし、彼らの応援が自身の原動力であることを公言しています。平野志洋さんの魅力は、彼の多彩な才能と人間性がそう待っていることに起因しています。 音楽活動だけでなく、アートやファッション、エンターテインメント全般に対する情熱と探求心は、彼の個性を際立たせています。また、常にファンとのコミュニケーションを大切にし、信頼関係を築く姿勢は、ファンに対する愛情と感謝の気持ちを示すものとして支持されています。平野志洋さんのキングプリンス時代のメンバーカラーを思わせるイラストは、 彼の魅力的なパフォーマンスや人間性を再認識させるきっかけとなりました。ファンたちにとって彼の活動に対する期待が高まることは間違いありません。これからも彼の新たな挑戦と活躍を期待し、彼の魅力をさらに多くの人々に知ってもらえることを願ってやみません。